外国人生活保護の即時廃止を皆さんに呼びかけております。1200億円のうち400億円が東京都が払ってるお金なら、この400億か、そのお金を桜井は東京都に通う学生さんに、奨学金で苦しんでる学生さんたちのために給付すると言ってるんです。それ以外にもね、さまざまなですね、無駄なものが東京都にはたくさんあります。桜井はですね、こう考えてるんです。いろんな公約、いろんな検索をするんじゃなくて、握りつぶすことが大切なんです。彼らが立てたね、利権を握りつぶす、それが今回の都知事選で最も問われることだと思います。しかし、利権を握りつぶすということは誰かと戦うことなんです。利権を持ってる人間と戦うんです。それだけの気概を持った人間はこの桜井以外にありえない。他にいない。ぜひ皆さんね、ぜひですね、皆さんもう一回ね、申し上げます。よくよく考えて一票ね、投じてください。よろしくお願いいたします。ご清聴誠にありがとうございました。